カールと弟ボルフガング2世紀の友裁がカール・トーマス・モーツァルトはボルフガング・アマデウス・モーツァルトの長男。現代ドイツ語の聖書法ではなお、カールと綴るが古い時代の名残でカールとする場合も見られる。ウィーン生まれ、モーツァルトの生き残った二人の維持のうちの一人。父の没後、まだ七歳だったにもかかわらず、母コンスタンツェによって、 プラハのギムナジウムの教授フランツクサーバーニーメチェクの元に送られ、ニーメチェクより一般教育とピアノ教育を受ける。1797年までプラハに過ごした。14歳になるとリボルノに行き、同地の商業学校で教育を受ける。この頃になるとピアノ商人になる道を思い描くようになる。しかしながら、 小歌に満足できなくなり、1805年の暮れに音楽を学ぶためにミラノに行き、フランツ・ヨゼフ・ハイドンの推薦状を得て、作曲家でミラノ音楽院院長のボニファツヨアジオリに入門。最初の2年間の進歩は目覚ましく、全途有望であったが、3年時に音楽の道を断念してしまう。その後は文官としてミラノ行政に携わった。その後のカールは、 ロンバルディア州の都でつつましく暮らし、父親の名声に貢献することに人生を捧げるようになる。1820年の8月から9月にかけて、弟ボルフガング2世が訪れ、1825年にはミラノでカートも再開している。1836年には彼女をザルツブルクに見舞った。1842年には、 ザルツブルクでモーツァルト像の除幕式にも立ち会っている。カールのダゲレオタイプモーツァルテウムにすでに父親の遺産のハンマーフリューゲルを寄贈していたが、その後もかなりの額の金銭を寄付し、さらに父親の贈書や学譜をも譲り渡した。1858年10月31日死去。74歳だった。モーツァルトの子供の中では唯一長寿に恵まれたが、 弟と同じく生涯独身で子供を設けなかったため、子孫はいない。また、モーツァルト家では6人の家族であったが、そのうち4人が溶接し、カールと共に成人した、フランツも子供がいなかったがゆえに、現在、モーツァルトとコンスタンツへの子孫は存在しない。ありがとうございます。